前田がために。勝家よ、そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命だ。身を休めろとは命じられていない。柴田殿、あなたはまだこの軍のごとく暗く沈んでいるのでしょうか。申し上げます、現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。尾張へ届け、明智様金星黒のろし。このままじゃ敵に援軍が。早く火元を立たないと。あなたがいくらあがこうが織田の外貨に変わるはない。野心など抱かぬに越したことはない。あなたがそれを抱くのであれば心より下げす。くっ、陣の爆発に巻き込まれて体が。先遣隊の到着です。助かった。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。と消し止められただと。勝家、早く黄泉の呪しを出さんか。これだけ炊けば必ずや、もったいも覚えてくれよ。ご覧くだされ、敵方のあの慌てよ。松殿の特製弁当は冷えておってもどこか温かく。寄せられたシワをも歯磨が宿石。砂だ、砂を食べて。今以上の煙をたかれては命取りよ。こう焦って突出するな。思うつもぞ。苦痛も怨恨も絶望も全ては重ねぬこと。一人の武人として恩恵の念を抱かせには折れませぬ。あんた、俺たち増兵の誇りだったよ。あ、闘技隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。これにて呪しも打ち止めか。なぜもっと多く預かっておかなんだ勝家。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。抵抗か、形だけでもしておくべきか。人の攻防においてあれほどの鍛錬を重ねた者が。うちの軍も栄養管理してほしいな。
松姉ちゃんを怒らせると怖いぜ。拙者も負けてはおられませぬ。お粗末様でした。拾い物には服。もうすぐだ、きっともうすぐ本体も。最強最強、俺様最強。宮本武蔵に敵はねえ。いつもちくしょう。こんなのおかしい。つまんねえ、俺様一抜けた。進め、手柄は早い者勝ちだ。待て、名人。似てました。あなたのお手並みしかと拝見させていただこう。あの方々ならこう言うだろう。予測の範疇であると。すげえ爽やかな気分だぜ。新しいふんどしを履いた正月元旦の朝のようによ。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと満開の策を講じてくれる。この惨状が貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶまい。敵軍は悔しゅうて鋼しておるでしょうな。早いぞ松、飯を置いていってくれ。立ち向かうは勇気か、いな無謀だ。一人帽子の勝家か、階段とすら呼べない。このまま押せば一気に攻め落とせるぞ。行くばくから疲労を与えた。あの人には見えてんのぞ、お前ら一人一人の動きがな。それがしにできることなど何もないではないか。将の一人や二人抜けよ。その門はあなたにとっても獄門となるだろう。勝家よ、貴様は一体何を考えている。我らも続きますゆえお進みくだされ。あなたもかつてはさぞや恵まれていたのだろうが、いや失言だった。忘れてくれ。
日は沈み、月も沈み、その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに、なぜ私が動かなかったか。だと、死にゆく味方を助けろとは命じられていないがゆえに、あなたを尾張に置いてきてしまったこと、犬千代様も松目も申し訳なく思っております。お引き取りください。あなた方二人の姿を見ていると、私はそちら様にもかけるものが終わりの様子。武士なら最後までみっともない真似のなきよう。終わりの地にてこの心は終焉を迎えた。今はただ召されるまでの夢に過ぎない。次こそは必ずあなたの骨を野ざらしとする。そうすればきっと私は、ご覧に入れまする。前田が誇り、ご覧に入れまする。前田が誇り、ご覧に入れまする。前田が誇り、人も国も支える柱は職にあり。前田利家が妻松以後、よしなに。